な知り合いと打ちに行ったり、誰かを待ってる空き時間に打ったって経験あると思うんだけど、一人で打ちに行って負けたならしょうがないですんだけど、知り合いと打ちに行って自分だけ早く終わってでも待ってなきゃいけないっていう時、暇だから打っちゃって負けた時、お前待ってる間に負けちゃった的な発言、あれイラッとくるんだよね。俺も若い頃言ってきたことあるし、何度も言われてきた。全部自分の責任なのにこの言っちゃう感じ、ちょっとでも責任転嫁する場所があると思考持ってかれちゃうんだよね。あとソフトの感じの待ってる間に負けちゃったも NG、 若ければ若いこと多いんじゃないかな。友達とね行くこと多いと思うから、この発言をね我慢する術はねないかな。もう勝つしかない。
Thank you.
連敗っす。
やっちまいました。ラストの台の、しかも終日、見てこれ。あ、最悪。積もれず、積もれず、積もれず、粘れず。ああ、もうね。もうダメっすよ。最近積も積もって続いて連勝来てるからと思いきやこれ。一気に5、6万くらいやられてんじゃないですか。ってことで、今回はね、負けた回でした。では今回はこの辺で、お疲れ様です。